ビッグウォーターの WW オープンカヌーカヌーに乗る家族カヌースポーツは上部が開いているか閉じているかに関わらずカヌーの中にひざまずくか前を向いて座り片側だけに水かきがついているパドルを使い自力で漕ぐスポーツであるカヤックもカヌーに類似するアクティビティである船の上部が通常閉まっている甲板の中に座りダブルブレードパドルを使って漕ぐカヤックの中では 一般的に足を前に伸ばして座る。場面によっては、カヌーという言葉は、カヌーとカヤックのどちらをも指すことがある。実際、競技の最低基準やシートの構成以外の点では、大体の競技カヌーとそれに相当する競技カヤックを区別するのは難しい。最も大きな違いは、競技カヤックは常に座り、両側に水かきがついているパドルを使って漕ぐのに対して競技カヌーは、 大抵ひざまずいた形で片側にだけ水かきがついたパドルで漕ぐという点である。また競技カヌーの特殊な例としてヨーロッパやアメリカで行われているカヌーマラソンや高い姿勢で行うスプリントがある。もっとも初期に使われた伝統的なカヌーは腰掛ける場所がなく、こぎ手はただボートにひざまずいていた。娯楽としてのカヌーやカヤックでは椅子が設置される。 しかし水面が泡立つような急流や通常よりも激しい波があるところではうまくボートを制御するために足を固定するベルトのついた椅子やより強力なホックのついたものが必要になる。カヌーは川を移動したり横断したりする手段への人々の単純なニーズを満たしてきた。かつてカヌーは北米やアマゾン流域、ポリネシアなど多くの地域で長距離の移動手段として最も広く使われていた。 交通手段としてのカヌーはエンジンを搭載している船舶や飛行機、鉄道などにその地位を奪われてきた。しかしカヌーは水上の娯楽、またはスポーツの世界で根強い人気を博している。娯楽やスポーツとしてのカヌーの起源は多くの場合スコットランド人探検家、ジョン・マグレガーに遡る。彼は1858年のカナダとアメリカの探検において、 カヌーとカヤックの存在を初めて知り、イギリスへ帰る途中に自分のカヌーを作り国内各地やヨーロッパ、中東の水路で自分のカヌーを使った。そして彼の経験について書いた A Thousand Miles In The ロブロイカヌーという人気の本を表し1866年にはロイヤルカヌークラブを設立した。1874年にはこのクラブによって世界初のカヌー大会である。 パドリングチャレンジカップが開催された。オーストリアやドイツ、デンマークやスウェーデンのカヌー組合が集まり現在の連盟の前身となる国際カヌー連盟を1924年に設立させた。1936年のベルリンオリンピックでカヌーはオリンピック種目になった。カヌーやカヤックを使ったスポーツで主流な形式はカヌーレースであるが他の競技形式としてカヌーポロ、 ホワイトウォーターロデオ、エクストリームレーシング、サーフスキーなどがある。カヌーを使用する障害者スポーツとして、パラカヌーがある。カリフォルニアのルースレークをカヌーで進むカヌーの娯楽としての他の側面は明確に決まっておらず、その定義は新型のハイブリッドカヌーやカヤック、またはそれに類するものの発達につれて、より人工的に不明瞭になっている。 このような風潮は普通国規模で作られるがカヌーは個人、グループ、クラブ単位の活動である。多くのグループにとって練習に重きは置いておらずただ水の上で楽しむためにボートに乗ることが目的なのである。以下のカヌーの形式はいくつかの国ではその国のカヌー連盟によって認められている。しかしこれらの形式もパドルを漕いで小さな船を進めているものの国際的には カヌーの形式として認められているわけではない。ビーバーのダムの上に上がった木とキャンバスのカヌーカヌーは不安定であるという先入観を持たれているが適切に操作していればそのようなことはなく安定している。例えばカヌーの中に乗っている人はできるだけ体の重心を低く保つ必要がある。カヌーは熟練の乗り手同士が注意深くあたりに気を配り密なコミュニケーションを取ることで 水の流れが速いところであっても簡単に航行することができる。上の閉じたカヤックが通ることのできる大抵の急流は上の空いているカヌーでも下ることができる。しかし限界もある。例えば悪名高いスティッキンのグランドキャニオンのような何日もかかる冒険である。そのような川はとても大きく簡単にボートを飲み込んでしまうような穴があって航路を維持するのは ほぼ不可能でありとても高い滝のようなところを下る必要もある。前方や後方以外にボートを操縦しているときは例外として二人でカヌーに乗っているときは通常お互い反対側を漕ぐことになる。選手を担当するボーマンは左手で船べりのちょうど上でパドルの柄を握り水かきは完全に水中に沈めて右手でパドルの柄の端のグリップを持つ。 サワンは主に回転、旋回を担当し右腕は右胴体の大きな筋肉で作り出したパワーのほとんどをパドルに伝える。旋備を担当するスターマンは右手でパドルの柄を持ち左手でグリップを握る。前方に進むならば左右の人がパドルを船べりと平行に前から後ろへ漕ぐ基本的な漕ぎ方をすることになる。二人でパドルを漕いでいるとき、 より漕ぐ力の強い船尾のスターマンの反対側の方向にカヌーが回っていってしまう。そのため、二人の漕ぐ力を均等に保つのはカヌーをまっすぐ進めるために大切である。まっすぐ漕げるようになるには高い漕ぐ技術を持っているか、シットスイッチ方式を使うのが一般的である。この方式は6から8漕ぎごとにパドルを交換することで、 カヌーが一方向に回っていってしまうのを防ぐというものであり、最も効率的な方法とされており、カヌーマラソンのレースにおいてもよく採用されている。カヌーの漕ぎ方は実に多様であるが、基本的な質問として、どちらの漕ぎ手が操縦の責任を持つのかというのがある。これには明らかで確かな答えが存在する。状況によるがどちらの漕ぎ手にも責任があるのである。 ホワイトウォーターをこなすほどの熟練したカヌイストの間では船尾を担当する者と選手を担当する者が共に操縦する。二人が一緒に動かなければ巧みで正確な操縦を行うことはほぼ不可能である。どちらの漕ぎ手がどのようにこごうとするかによるが普遍的なルールはある。船尾の担当がカヌーの初めのコースを決めるのに対して選手の担当の者は ペアのものが見られない石のような障害物を避けるように操縦したり近距離の物体に対処する。後ろ向きに漕いだり進んだりするときは選手の人が細かく漕いで方向を定めて、船尾の人が後ろ向きに漕いだりして時々役割が入れ替わることもある。しかしこの方向転換はパドルの操作や方向を変えるための船底、漕ぎ手の重さの前後の偏りによるカヌーの重心の変化、 もしくは大抵の技術に共通する常実の行動の組み合わせを必要とする。パドルストロークはカヌーを前進、後進、横向きに進めて操縦するためのものである。主要な漕ぎ方は前、後ろ、J ストローク、C ストローク、前後への軽いストローク、船べりに沿ったストローク、テコを利用したストローク、引っ張り、ダフェックと呼ばれる動かない引っ張り、 ボートの横でパドルを引いたり押したりするスカルや、ブーフストロークは穴を乗り越えるために戦士を持ち上げたり、ボートを岸にぴったりとつけるためなどに使われる。多くのストロークはいくつかの段階に分けることができる。最初はストロークを始めるためにパドルを望みの場所へ配置するエントリーフェーズである。次はパドルに力を伝えて、水を掴んでいる感覚を得て、 水中のセットポジションでボートを前に進めるためのパワーフェーズ、最後のリカバリーフェーズではパドルを引きスライドさせて、水から出し、エントリーフェーズに戻るか他のストローク方法に移行する。複合ストロークは一つの動作に様々な異なるストロークを合わせるものである。例えば望み通りの効果を得るために複数のパワーフェーズを組み合わせたりする。その例としては、パワーフェーズの前に、 選手の横の水を少し引き寄せるようにするし、ストロークがある。パドルの水かき部分のトップと言われる場所から位置を決め、水の抵抗を障害なく、きっちりとつかむために円を描くようにこぐ。その後パドルの側面で水を切るように動かすか、リカバリーストロークに移行しやすいようにパドルが、水の中にある間後ろから前に動かすときに、切るように動かす。 リカバリーストロークが行われるのは水中だったり、水上だったりするが、そのようにパドルを思い通りの方向に回転させて、水を切るようにしたり水から上げることで、次のパワーフェーズが始まる。希望の位置にパドルを移動させ無駄な小ぎを減らしている。効率の良いパワーフェーズは大抵初心者が想像しているよりも短いものである。ストローク技術はただ短いストロークをする時の体の、 動きに連動する。例えば通常の前へのストロークが、小ぎ手の膝より後ろにはいかないように、短いストロークこそが、効率の良いものなのだ。さらに、パドルの水かきを、ボートの進むであろう、方向に対して垂直に維持しておくことが重要である。そうすることで、エネルギーの無駄遣いである水のすくい上げや押し下げを、しなくて済む。流れの速い川や、浅い湖で、カヌイストは、 セッティングポールを使うことがある。これによって、パドルで漕ぎ進むには浅すぎる水辺で動かしたりまっすぐ、進むには速すぎる流れに逆らうことができる。また、渦巻きをうまく利用すれば中程度の速さの川でも、セッティングポールを使って前進できる。ガナルボビングや、ガナルという技は、パドルなしでカヌーを前進させることができる。船の前か後ろの船べりの上で立ったりしゃがんだりして、 カヌーを前後に揺り動かす。この前進方法は非効率的で安定しない。そもそも船べりに立つのは危険である。しかしこれはゲームにもなる。二人が両端の船べりに立ち自分は立ち続けながら相手のバランスを崩し水に落とすのだ。ありがとうございます。